朝晩は冷え込む日も増えてきました。都内でも木々が色づき始めましたが、青梅市の御岳山では紅葉の見ごろを迎えています。青梅市にある標高929メートルの御岳山、22度と関東一の急勾配のケーブルカーに乗って斜面を登っていくと、色づいた木々が出迎えてくれます。御岳山の紅葉は今がちょうど見ごろで、山沿いが赤や黄色橙に染まっているほか、宿坊の近くでは苔むした屋根の緑と紅葉の赤のコントラストを見ることができます。御岳ビジターセンターによりますと、御岳山の紅葉のピークは今週末までで、その後は麓の御岳渓谷が見ごろを迎えるということです。